おはようございます。おはようございます。はい、最近ミニ盆栽ずっと特集やってて、新白と赤松かな、ここら辺をやってたんで、小白類が多かったので、ちょっと道具の方やってみようと。はい、まあ、いわゆる商品、これ昨日ですね、剥がりをして、剪定してます。まあ、本当はこれ、動画撮ればよかったんですけど、長いやつを全部詰めちゃったって。でやりながら思ったのが、雑木の中でもモミジというのは剪定と針金掛けやるには割と期間がこう短いって私思ってて、ケヤキとか、楓ですと12月入っても枝切るんですけど、まあ、モミジの場合はよくこの盆栽切るご覧になっている方は知ってると思うんですけど、枝をね、冬場紅葉が終わって、切ると水が吹くと、軸のところでこういうところとパチッと切るとこの先から水が吹く、だから昨日これ切ったんでね、こういうところから水がこう、はい、本当に涙流してるような感じでプツーって出るんですけど、はい、あとはまあ枝が枯れる可能性があるよということで、私は12月に入ったらもうモミジは剪定しないんですね。はい、剪定するのも今だし、それから針金掛けするのもですね、雑木は冬場あんまり遅くなってやると結構枝枯れするんですね。葉っぱが落ちるんで針金掛けやすいんですけど、今っていうのは11月までに剪定するんですか？そうですね。ですから、うん、11月、まあ、今日20日ですから剪定して針金掛けするっていうのもピンポイント、私の中では、うん、11月のまあ中旬から、まあ、どこまで紅葉を見たいかにもよるんですけど、はい、まあ、紅葉をまあ早めに切っちゃえばいいんですけど、紅葉が終わって剪定して針金掛けまでやろうとすると、もうまさに今ピンポイントでということで、昨日切りながら、そうだモミジをやろう、京都へ行こうみたいなイメージで、皆さん何かありますかっていうんで昨日考えてて、はい、今モミジ今しかないと。ということはこれを先に動画アップしなきゃいけないと。あ、そうだから、これ12月になったら剪定できませんよって言ってるんで、12月にこれ出ちゃうと、ね、ふざけんなって話になっちゃうんで、頑張って今月ヒロワさんの未編集は今5本ぐらいあるんですけど最近頑張ってますんで最近そうですね、はい、できれば11月中にこれを先にですね、ですね、はい、でただまあそう言いながらもなんですけど、例えば水吹くって言っても、まあ地方であったりとか、うん、まあ、おそらく木の若い古いとかによっても違うと思うんで、心配な方はですね、例えば12月入ってやってみようかなって時に1本だけやってみないんですよ。プチッと水が吹くかどうかを確認して、例えば30分とか1時間して水が吹かなければ、うん、あ、まだ間に合うということでやることはできると思うので、もし編集間に合わなかった場合はそうしてください、そうしてください、12月もチャレンジしてくださいってまた来年のために、はい、はい、ということで、これはね、ちなみに浜野会長に褒めていただいた木です。これは、はい、これ立派す、立派すぎですね。はい、うん、そうですね。で、今日やるのはこっちですね。で、今おそらく正面がここで作ってきたんじゃないかなって。これもね、はい、頭実はここが全然葉っぱ飛んじゃったんですよ。この夏に。はい、で、あ、やば、枯れちゃったかなと思ったんですけど、芽がここ吹いてきて。るんですよね。だからまあ来年春大丈夫かなと思って飛んじゃったんで、すぐ鉢を仕立て鉢に変えまして、まあ、培養したということで、今日はこの正面、今ここで作ってるんだと思うんですけど、この幹が見えて、うん、差し枝もあって裏枝もちゃんとここにあって、で頭がこう前に来てますよね。じゃあこの木のいいところどこなんだろうって、よく個性をね一応引き出すという話を最近するんですけど、そうするとね、幹の幅の広いところってそこら辺広く感じないですかね、この辺、ここよりも足元ですよね、足元、うん、ね、足元がここは今正面でいいんですけど、ここら辺の足元がものすごく広く見える、うん、ただしここの幹がずっと後ろにそっくり返っちゃってるんです。ここのこの太いところが、はい、後ろにそっくり返っちゃってるんで、そうすると新たにですね、正面後方ここら辺で作りたいなと思って、これは足元を見て選んで、足元見て、うん、広く見える位置を、うん、この木の一番いいところってどこっていうと、この足元、そうするとここら辺になってきて、そうするとなんとなくここら辺で裏枝、もうちょっとねこっち振るかもしれないんですけど、うん、ここからここら辺ぐらいかな、なね、でこの前田うるさいですよ ね, すね、だからここら辺を整理する、だから先ほど言ったように針金までかけたいんで、うん、まあ今しかないっていうのはそういうことなんですね。なるほど、はい、頭が少し後ろ返ってるんで、これも前に振ってこないといけないんで、はい、ここがちょっと一番辛いとこかもしれないですね。はい、ということで、フルハートリからですかね、はい、やっていきたいと思います。これはハサミでも切ってもいいですし、抜くときですね、こっちこう引っ張るんじゃなくて、こう後ろ側にこう引っ張るんじゃなくて、こうすると簡単に取れますんで、はいはい、こうしていけば簡単に取れてきます。ハサミで切ってもいいですけど、
簡単に取れるんで、面を守るようにですね、こういうふうに取っていけば簡単に取れてきます。はい、この正面の位置だと、突き刺さるような枝じゃないですか。うんうんうん、そうですね。で、これってあんまり盆栽じゃ良いとされてないですね。はい、そうですね。それをこう広げていくような形になるわけですね。こうやってね、で、幹筋が見えるように。それで対応できるのかがまだ僕には。そうですね。そこがまあ今日の一つのポイントですかね。変化点というか、もみじはね、やっぱりその冬場切るタイミングが早めに切らなきゃいけないっていうのと、春の芽出しがずんずん伸びるんでね、本当に1週間ほっといたらぐーっと丸びしちゃって、楓はね結構切れば芽が懐に吹くのが多いんで、修正が効きやすいんですけどね。もみじは長いとこ、前も言ったかもしれないですけど、こういう長いところのここの間からも吹かないんですよ、こういうところから。うん、そうするともうこれはもう切らないってこっちに立て替えないといけないっていうところで、ちょっとツツツツ伸びる性格っていうか性質なんで。芽切りについてはこちらの動画をご覧ください。そうですね、こちらです。こちらです。これで、はい、さっぱり葉っぱが取り終わりましたということで、やっぱりねここはね少しやっぱ長いですね。まあそっくりは取んないんですけど、ここら辺に芽がありますんで、この辺で切りますね。ぐるーっとこう回っちゃってるんで、ちょっと目当たりないんですけど、この辺で、はい、切っちゃいますね。これ正面ここに来た時にちょっと長いんですよね、こっち出過ぎてんですよね。そしたら根がここに、小さいのがここにありますから、見えますかね、ここにありますね。ありますよね。あ、そこ落としちゃうんですか。じゃあ、いや、だからこれ取っちゃおうかなと思って、うん、この辺でね切ってもいいんですけど、これがまた長いんで、うん、ということでこれ切っちゃいますね。立て替えるというか、そうですね、作り直す、立て替えるですね。で、あとこうなってくると、やっぱこの辺も気になってきて、これも芽がありますね、ちっちゃいのが。ちょっと長めに残して切って。そうですね、長めですね。これまだ焼き込む可能性あるし、はい、まあ、仮に水が吹いても先端借りても大丈夫だということがあるんで、これだけ下だけ切っとくか。これもここに芽があるんで、はい、これ切っていきますね。はい、だいぶスッキリしてきましたね。そうするといよいよこいつがどうなのって話になってきますね。深さが今いくつなんだろう。メジャー持ち歩くようになった。この席15ぐらいですかね。15ぐらいですかね。それに対してちょっとこれが長いんで、そうするともうこれもいいチャンスなんで、ちょっとこれを詰めちゃいましょうか。で、こいつを少しこう起こすような形で、はい、まあ、そのうち嫌になってここを落とすようになるかもしれないですけど、とりあえずは、うん、とりあえずはここに節の短いところで こいつらがあるんで、これを切りましょう。えい、ちょっと残してですね。で、あとは先ほど言ったちょっと上に出てるちっこい枝、こういうやつですね、今使えないんで太りますから、こういうところを整理していくと、はい、これもですね、これもこの枝が どっちもいい枝なんですけど、はい、ここの股のところに出てますんで、これも取っちゃいましょう。ここもやがてこれ交差しちゃうと思うんで、これも取っちゃいますね。あの、うん、出が内側から出てるのもあるし、うん、はい、これは元から切っちゃいます。はい、少し枯れてきてもあるかもしれない。ここも長いんだよな。長いんだけど、まあいいか、裏だから。そうですね、こういうのも下から出てますけど、こういうふうにねじれば、あんまりまあ、小白ほどねじれないんですけど、こうすれば横に並んだりするんで、取っといて、一応剪定これで終わりですね。と言いながら、ちょっと枯れてる枝が少し、これもありますね。これも枯れてるな、これも枯れてるな。これも、ちょっと取ります、やっぱり上に出てたんで。終わると言ってなかなか終わらないです。いつものパターンですね。ごめんなさい、見るとね、いっぱいあるな、この辺も。ちょっとこの辺にね。これ枯れてないですか？これ枯れてるかもしれない。枯れてる。枯れてますか、ね。枯れてる、枯れてる、枯れてる。これは、まあ、ここにね、枝がこうあるんで、はい、なくてもいいと思います。一回。トップジンですね。昼のお弁当を食べた後の用事が、こういうところを、こういうふうに。上のちょこちょこしたやつが、どこだ？あ、これか。これもか。芽かきみたいな。まあ、そうですね。芽かきですね。必要のない芽を、はい、取ってくる。取ってくる。そうですね。これだけいろいろやっても芽切りができないと、また間延びした枝がたくさんできちゃうんですね。そういうことですね、はい、最近なんか急
九さん全部フォローしてくれるんで助かりますね。僕が編集が複雑にならないように言ってるだけです。そうか、簡単にまとめてね。はいはい、テロップ入れたくないから。そう、そういうことですね。あ、そうかそうか。ね、喋った方が楽ですもんね。楽です。じゃあ大体いいかな。で、そうですね、やっぱり一番広く見えるのがここなんですけど、うん、これが真正面来ちゃいますから、はい、ここはちょっと譲ってちょっとこっちぐらいでいいかなと思いますね。うん、この枝はできるだけこっちが外から開いて、うん、はい、ここにちょこんと小さく作って、こいつはやっぱり少し開いてあげて、はい、差し枝作るってことですね。はい、で裏枝もこれはやっぱりここら辺で見せたいんで、こいつをこっちに寄せなきゃいけないですねっていう作業をちょっとやってみたいと思います。はい、この枝とこの枝をかけてこう開くという布を 2.5 ミリで、ちょっと長めに大きなんで紙テープを、ちょっといい木だといい木だとそうですね、まあ、いや、あの将来性があると思うんでね。足元がやっぱいいですからね。そうなんですよね。棚も綺麗になりましたし。ただあ、ごめん、これこれこれ、あ、こっち、あ、これ新しいの、すごいですよ、新しくこれついてね、タイヤもついてストッパーもついてるから動かないし、こう回転するし、うん、作ってくれたんでしょうね。すごいですよね、この足のね。高次元の盆栽教室はいろんな人いるから。そうそうそう。生徒もこういうの作って勉強してくれるっていう。はい、そうですね、楓っていう人です、ね。あ、そうそうそう。楓。楓っていう人です。楓って、楓って書いちゃうっていうね。あ、これが適当にやりましたけど、はい、でくるくる巻いてっていう。これね、あの、意外と難しくて、まっすぐになってないと、うん、結構紙遊んじゃったりします。紙テープを巻くのは、うん、食い込まない、そう、食い込まないようにですね、うん、あのクッション材ですね。前銅線とアルミ線の違い行った時もそうなんですけど、アルミ線は太いんで、うん、まあ、柔らかい分だけ太いんで食い込みづらいと、うん、でさらにこういうクッションテープを巻くということですね。だから別に紙じゃなくても何でもいいと思うんですけどね。うん、まあ一応これもあれですね、やっぱりいつも言うようにこういう、あ、出てるところですね、うん、いや、山のところにこう針金がかかるように、まあここもそうですけどね、こういう感じでかかるようには一応考えてます。まあ、そこは多分そんなきつい曲げはしないと思うんですけど、はい、ストコレちょうど下向いてるんで、まっすぐに対してちょっと斜め下に出てる感じですよね、真横っていうよりは下に、はい、だから今多分この回転でいくとこれがこういうふうになってくるわけですね、うん、横に来ると思うんで、はい、この最後のこの辺でぐーっと、あの雑木は小白ほどね無理できないんで、あんまり厳しい針金かけはしない方がいいです。はい、はい、私何でもこう厳しく曲げるイメージがありますけど、雑木には優しいです。雑木には優しいです。雑木には優しいです。会長から、はい、はい、助言が12月入ってもう切れませんからねって言いながらも切れるんだよと。切った場合は、枝を切った場合は、水を含んで根を切ればそれが止まると、まあ、葉っぱと根の関係と一緒だと思うんですけど、はい、先ほどだから12月にもし動画を見た人は切った場合は根を切ればいいよって、まあ、一応言われてます。言われてるんってことは植え替えをするってことですか。それなんで私はそこはあまり賛成しないのは、うん、そもそも植え替えがいいのかって話になるじゃないですか。そうですね、うん、12月にだから本当室とかちゃんとあるここできればビニールハウスとか、そういうのがないと。そうなんですよね。まあ結構難しいですよね。そうなんですね。だから理屈として枝を切った、あの12月に枝を切った場合は、うんうん、根も切れば大丈夫だよっていうのは知ってていいと思うんですけど、はい、その根を切る、つまり植え替えするっていうこと自体がどうなのかっていうところはちょっとあると思うんで、まあ Q さん言うようにそれを保護できるね環境があれば、はい、はい、いいと思います。一応やっぱね、盆栽の人とかって一年中植え替えするじゃないですか。そうそうそう、できるんでね。それができる環境があるかどうかっていうことですよね。そうですね。だからちょっとワンランク上、ワンランク上のですよね。3ランクぐらい上の、3ランクぐらい上の、はい、この枝2枝今かけましたんで、1つはこれを下ろしていくってことですね。こういう元この方をねポキッていかないようにちょっと手で、左手でケアしながらですね、少し下ろしていきます。で、これは、できるだけこっちに寄せたいんで、こちら側へ持ってくると。で、あとはせっかく太い針金かけたんで、ちょっと全体的には少しこう開いて、こっちは外側へ開いて、パキッて、パキッてね、行くでしょうね、行くときは。途中から芽が出たらいいですね、この長い、ね、そうそう、そうなんですよね、そうなんですね。この辺から出たらいいですね。ね、こういうやつとかね、芽があるの、うん、芽がこことかね、あとここにもちっちゃいのありますけどね、
まあ、これは取れなかったんですけど、間延びしちゃって、うんうん、そうですよね。 ただね、これはいらないな、この上向いてるやつ。これやってて気がついて、さっき気がつかなかったんですけど、こう、まあ、これ軸が長いのと、なんか下下がっちゃって、でここにちっちゃいのが2つあるんで、これとこれと、そうですね。ね、なんでこれはちょっと切っちゃいますね。はい、であとはやることは、まあ、ここら辺は多少遊んでてもいいと思うんで、裏枝をちゃんと作ってあげるっていうことで、うん、こういうふうに先ほど言ってこうねじって、でこいつを少し寄せてあげて、これ全体に裏枝にしてあげたい。はい、こちらも針金ですね。これも 2mm だな、はい、ちょっとやっぱり枝数がまだ少ないんですね、うん、だから一旦こう傷んじゃった木なんで、これからまだ作り直すということで、これもまた何年か後、枝がね、たくさんできてくれば必ず良くなる木だと思うんで、成長を見守っていただきたいと思います。逆に買う時に足元だけ見て、うんうん、あ、そう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 、ね、後で作り直すって考えて買うのもいいと思います。そう、よく言いますよね、うん、あの元がいいけどがれちゃったから安く買えるなんて、それはお買い得ですよね、うん、僕なんて相談所1000円で買ったやつ、あれは良かったです、良くなっちゃったですもん ね、今めっちゃいいですよ ね、 ね、あれこそ超増えましたよ、枝何十倍にもうなっちゃったですよね、多分10倍ぐらいになってるかもしれないですね。なってるもうちょっと作ればここ風出せるって方さんが言ってました。いや、いけますよ、なかなかないですもん、あんなね、骨のいい木ってやつですよね。皆さんもこれ、そういうの見つけて買うのもいいかもしれない、そうですね。一応こちらですね、2mm の針金と 1.8mm の針金を2本かけました、2本っていうのは、まあ、これをこちら側こうねじりたいので、これも起こしたいんでこちらにもかけたっていうことと、正面から言うとできるだけこっちに持ってきたいんで、これを寄せなきゃいけないんですね。なんでここは2本かけて、こちらでどんだけ寄るかというところですね。寄る方から行ってみようかな、怖いですけどね。裏枝で、そうですね、裏枝で下に出したいみたいなことですね。そうですね、ね、そうですね、ここら辺のこれ埋めたいんですね、はい。まあ、葉っぱができてくればもう少し穴が埋まると思うんで、幹をどんだけ寄せられるか、大元から少しずつ、うん、怖いですね、怖いですね、怖いですね。ちょっと行きましたね。え、アングル変えてる時に行っちゃいました行っちゃいましたね。とりあえずちょっと落ち込んでおります。出た通り、ちょっとね、手の感覚が来たって感じがありましたね、うん、ここですね、ここ避けてる、避けてます。だからね、針金がないとこ行くんですよね。そこの線に針金が当たってると、そうんですけど、もしかしたら折れなかったかもしれない、そうですね、だいぶ曲がったなと思ってたんだけど折れてましたね。音もなく行きましたね。音もなく行きましたね。まあ、雑木なんで、うん、枯れたらもうこっちだけで作るというところですね、はい、カエル股みたいになってたから、うん、そうですね、もしかしたら将来的にはいいかもしれない、なくてもいいっていう、もうプラス思考で、うん、はい。こちらも横になってきたと思いますね。はい。で、少しこう開いてあげて、ボリュームつけて、よく言うんですけど、あんまりいじっちゃいけないんだよ。必ずしもこう、デーンってこう下ろさなくていいんで、ここはね、やっぱこう上がらないといけないですから、うん、あんまりこう、ドデーンっていうよりは、少しやっぱりふわふわっと作ってあげた方がいいんで、だからこういうのも本当は最後少し上上げた方がいいんですね。そうですね。ちょっとね、ここ危ない。続きは優しく。続きは優しく。一旦少しね、ふわっと上げてあげるっていう。たまに変な話、こういう折れたりっていうのはやっぱり経験して、また、あ、やっぱりダメなんだなっていうのをね、改めて感じますよね。そうですね。うん。小白ばっかりやってるとね、そのつもりでやっちゃうんで。で、ここら辺はね、むしろね、遊んでていいんですね。そういうのも最近よく話出るんですけど、こういう少し遊んでる木があんまりピタッとこう綺麗にね、作るんじゃなくて、こういう遊んでるところもあってもいいんで、これもだから春になってきてまた芽が出てくると少しこう上がってきますから、はい、いいと思います。あとは勝負ここですね。ここはどうどうするかですね。どこを起点に、だからやっぱりこう下ろしていかないといけないですね。ここにね、下ろしていって前に、うん、2.5mm で骨格作りですよね。そうですね、うん、そうですね。結局今小さく芽吹いてるところたちが伸びてきて、こうかさ増していくっていうか、はい、この空いた空間を埋めていったりとか、そうです、そうですね、裏枝作っていったりとか、はいはい、そうですね。だからこの辺のやつもね、結構重要になってくるんですね。そうですね、この辺を埋めるためにはね、うん、葉っぱが伸びて、この辺がこういうのが重要になってくると思います。針金をクロスしないように、針金が交差するのは美しくないと、美しくないということですね。今回は針金をつ、はい、けてる時も飾ることもあるし、見られて見られるもの、うん、この動画を見てね、当時に来て私の棚見て、なんて昼間普段こんな針金かけしてるのかよとかね、うん、
言われちゃっていけないんで。妥協も大事です。まあそうですね。木造りなんでね、いいよっていう時もあるんですけど、ね、まあ多少妥協したり。こうやって作ってる段階の木は人に見せることはあんまないですからね。うんうん、そうですね。ツイッターとかでアップした時に、この人って思われちゃうかもしれない。そうですよね。そう。なんだよ、普段言ってることとやってること違うじゃないか。自由ですね。そうですね。で、言っちゃいけないのは、私はプロじゃないからっていう。そうですよね。言ってるじゃないか。だからまあ、木造り優先ですからね。はい。土がちょっと短くなるけど、この間に。はい、入れて。痩せます宣言しますんで。急にダイエット宣言。ダイエット宣言。はい、じゃあちゃんと期間と目標体重を。今何キロって言っちゃいけないんだよな。マイナス何キロ。そうですね。マイナスね、2キロまで1回行ったんだけど、またリバウンドしたんですきっとね。その程度でなんですか。うん、そう。この間自分の動画見てやばいなと思ったら、案の定ね、コメント返信っていうんですか。うん、はい、ひろみさん太りましたねって。言われちゃいましたから、デリカシーのない。いや、ね、厳しい、そういうのはね、いただくと私もやんなきゃ。盆栽のこと一切関係なくね、とりあえず年内ってあと1ヶ月しかないのか。そう、植え替えまでに、植え替えの時期までに植え替えまでに5キロにしましょうか。おお、いいんじゃないですか。それでいきましょう。ただ今この間焼きそば買っちゃったので、1ダス12個車販で、まあ、2個買わなくてよかったなと思って。焼きそばはね、と買っちゃったんで、あれは平らげなくちゃいけない。ね、最後それで今こっち帰ってたんですね。はい、こう押さえながらこっち帰ってたんだけど、最後はこっち行かなくちゃいけないんで、やっぱりこっち振らないといけない。うん、そうですね、これ、うん、左流れだから。そうですね、一回右側で覆いかぶさるようにして。そうですね、左に流す。はい、これね、縮みたいんですけど、これ真横に行っちゃうんですよね、90度ガクンと。うん、そうするとここから先をやっぱり畳んであげないといけない。で、曲もつけなきゃいけない。危ないところですね。で、今思ったので、やっぱこれね、ちょっと下がりすぎですね。うん、さっきあまり下げると言ったけど、こうにいっちゃってるんで、うん、ちょっと上げますね、これね。はい、元から自然じゃないって意味ですよね。そうですね、おかしいですよね、こんな張ってね。小白だと枝さん、下げるんですけど、飛行機の羽みたいになっちゃってるんでね。うん、はい、そうですね、今ちょっと上げました。ね、上げてやっぱりちょっと限界なんですけど、本当はね、やっぱりこういうのを見ると、やっぱこの辺からも枝が一つちっちゃいのが ね、欲しいなと思いますよね。うん、ちょっと今物足んない。確かにここからこの辺まではいいんですよね。うん、なんだけどちょっと枝が足んないし、まあ、葉っぱが出てくれば多少充実はするんですけど、少し場合によってはそういう何か通しすぎっていうんですかね。うん、例えばこういう枝を利用してここからこう持ってきてね、ここに出すとか、はい、うん、できるかもしれない。とりあえずまあこの辺はなんとなく曲げたことで、さっきこの辺出ればいいねって言ってたんですけど、はい、それとなくできたかなというふうに思いますんで、うん、まあ、これで少し、まあ、来年はね、ちょっと植え替えするかどうかまだ分かんないですけど、しっかり元気をつけて枝作りに入っていこうと思いますんで、うん、まあ、基本的には毎年植え替えするんですよね。うん、そうですね、やりますね、毎年ね。ただこれは枝枯れして一回植え替えたからって意味なんですね。うん、そうですね、元気をつけている途中なんで、まあ、あんまりそんなに負担をかけなくてもね、いいかなということですね。で、粘りは多分分かんないですけど、これだけの足元があるんで、はい、まあ、そんなにその粘り見せるということもないと思いますから、もう多分鉢植えるといっぱいになっちゃうと思うんでね。という意味ではやっぱり少し、むしろ3月ぐらいからも肥料をたっぷりあげて、もう本当は雑木は春に肥料をいっぱいあげると暴れちゃうんですけど、うん、ちょっと枝葉をね、出したりするにはいい、うん、いいかなっていう気がしますね。正面から見ると差し枝の長さの違和感ないですね。あ、これですね。うん、はいはい、この辺がこの間からここが少し覗くぐらいですかね。はい、あとは裏枝ですかね。うん、上から見た時にちょっと、うんうん、ここがね、そうそうそう、ガランとしちゃうんでね。さっき言ったこの辺が大事になってくるし、ね、前から見るとすごいいい感じになってくる。うん、あとはだからさっき言ったこの辺のね、どっか、うん、この辺からもうちょっと吹いてくれると、ね、この辺がね、これからまた楽しみに。そうですね、ちょっとこの辺で少しこういう風に振ってこの辺カバーするとかね、あるかもしれないですね、この辺ね、この枝で。うん、はい、ということで、とりあえず今日はもみじの剪定、はい、まあ、剥がりと剪定と針金掛けまでですね、はい、やるならこの時期ということなんで、あとは Q さん頑張ってください。編集今月11月中に11月中にちょっとアップします。なんとかアップできるように。はい、はい、じゃあありがとうございました。最近ね、思ったのは、とかくいろいろ思い通りいかないことがあったときに、人のせいにするじゃないですか、結構。人は？人は。
あの人がこうだからとか、例えば盆栽から済んだって日差しが強すぎちゃって枯れるとか、だけど自分次第じゃないですか、枯れるも枯れないも盆栽って。ちょっとやめましょうか。そうそう、人のせいにできないってことを言いたいんですよね。枯らしたのって人のせいにできない。だから、じゃあ暑いんだったら暑いなりに対策のしようがあるし、ここら辺だってよくハクビシンがやって、夜ね、行って蜂を落としちゃったりなんかするけど、だったら中に入れときゃいいって、自分でやるべきことってあるはずなんで、それをだから人のせいにできないのが盆栽かなって、枯らすにしてもですよね。それ理由があって枯れたわけで、じゃあ自分で何かやることあったんじゃないのって、そんなことをちょっと思ってます。どうですか、金沢、金沢つながなくていいですよ。いや、なんか長くなっちゃう。ただ張り替えかけててもね、なんか思い出話を、記者の方いっぱいいたんですけど、ちょっと記憶に残ってるのが、最近動画見始めて、はいはい、ちょこちょこ見てるんですけど、やっぱりね、難しい。あ、なるほどね。っていうのが、まあ、人によるじゃないですか、まあ、その人の、ね、レベルというか年数によっても難しいっていうのが、でもやっぱりほとんどの人がやっぱ初心者なんだから、そっち目線で作った方がいいなっていうふうにちょっと考えさせられました。なるほどなるほど。まあでもそうですよね、ベテランの方もいるけど、視聴者のことを考えたら初心者の方が多いでしょうねってことですね、だからちょっと毎回うるせえよと思いながらも、皆さんちょっと僕のちょこちょこ入るやつを聞いててくださいって感じです、はい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 、なるほど。あと前言ったけどって繰り返し言うのも必要かもしれないですね、大事なことだから言う。そうです、そうですよね。そうですね。でもそれぞれ見方があるから、そういうのが嫌だっていう人もきっといると思います、いるかもしれないですね。動画やってる目的がやっぱユーザー増やすことじゃないですか、そうですね。だからやっぱり初心者に優しくちょっと作っていかなきゃいけないなと考えました、はいはいはい、そうですね、考えさせられました。そうですね、前言ったらたまたま間違えて見ちゃったっていうね、たまたま見たらなんか変なおじさんが楽しそうにやってるってね、で、あ、盆栽面白そうじゃないっていう、そういうのがいいですよね。そう、もう本当にほとんどの人がやったことない人じゃないですか、金沢で販売してる時、そうですね。だからもう本当に盆栽だから、 YouTube 見てくれれば全部わかりますって言われた時に、なんかずっとやりたかったけどできなかった人だったと思うんですけど、はいはいはい、なんかめっちゃなんか感動というか、すごいって。そうですね、これあれば全部できるんですかって。ああ、なるほど。でそういう部分でやっぱりいいものを作ってきたのかなっていう、そうですね、気になりましたね。で初めての人って、私も前まるまるでねやって、皆さん言うのがなんか枯らしたらかわいそうって言うんだけど、まあそこをどう説明するかですよね。難しかったな、それも。ね、枯らしちゃうからとかって、枯らしたらもったいないって、なんかどっかで聞いたことあるようなコメントですか。どっかで言ってましたね。お、イケメン。髪切った。あれ、今日は手ぶら？あ、置いてあるやつ。置いてある。あ、パーマ当てたっしょ。パーマ当てた。当てた。針金かけたんですよ。え？針金かけた。針金かけた。針金かけた。盆栽ジョーク。どうせ？どうせ。ちょっと高いんで、アルミ製でちょっと。あ、そう。というギャグが出てくるとだいぶ YouTube にも慣れてきて、盆栽ジョークが、盆栽ジョークが、